はい、こんばんは。よし、ウクレレよしです。人前で話をするときに上がる、演奏するときにも上がる。これはなぜ上がるか、どういう人が上がるのかというところをちょっと考察してみたんですけども、幼稚園児が、歌を歌ったり泳ぎをしたりという発表会がありますが、あんまり上がってるようには見えないし、どうでしょうね、聞いてみてもその上がるという概念がないような気もしますね。そして、上がるという言葉を知るときに、知ったときに上がってしまうんだと思いますね。なので上がるという言葉を知らなければ人間は上がらないと思います。そしていい格好をしよう、うまいこと喋、ろうとかね、うまいこと飛行失敗しないようにしようという時に上がってしまう。これ結局人前でいい格好をしたい、いい格好しいほど上がると思うんですね。なので上がらないようにすることはできないと思います。いい格好しいの人はあくまでもいい格好しい、なので上がらない人はいい格好したしないし、いい格好しない、性格だと思います。そうですね、上がりを克服するには何回も何回も繰り返してね、演奏なり人前で喋るという訓練を積むことだとも思いますね。そして、例えば演奏に特化した考え方にすれば、同じ曲をね、何度も弾く、もうその慣れた曲、手の内に入った曲、自信がある曲、これを演奏するのがいいと思いますね。もう弾き飽きた曲ぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうかと思います。はい、今日は上がるということの話でございました。それではまた、バイバイ。